カップリングナンバーは夫婦桜、この2曲でデビューを果たすことができました。これもひとえに皆様方のおかげと心より感謝申し上げます。さあ、それではいよいよご登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。さつきひろみさん、ご挨拶の1曲はもちろんこの歌から、天草女歌。
方、嬉野市の伝統芸能保存会、藤間幸若さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、改めまして、こんにちは。伊万里から全国へ、歌への思い、今羽ばたくをキャッチフレーズに、今年の10月4日、日本グラウンより天草女歌でデビューいたしました。今日はですね、伊万里フェア歌祭りに皆さんお越しくださいまして、本当にありがとうございます。心から感謝しております。ありがとうございました。あと少しですね、あと私の後も寺本圭介さんが歌われますので、ぜひ楽しんで帰っていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。実はですね、私 の、 応援してくださっている方が、知り合いの方に、ひろみは花がないと言われてしまって、すごく悔しい思いをさせてしまいました。地味で申し訳ないんですけども、花がないと言われたので、名前に花をつけました。さつきひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はたくさん花をつけてまいりました。大丈夫ですか？ありがとうございます。そしてですね、今回のデビューにあたりまして、天草女歌とカップリングの夫婦桜ですけども、長崎県高島出身の作詞家坂口照之先生が、生前ですね、私に目をかけてくださいまして、そして詩を提供してくださいました。またその詩に、今日も応援に来ていただいた、師匠の作曲家宮下賢治先生が、曲をつけてくださいました。両面ともとっても素敵な歌ですので、ぜひ皆さん聴いて覚えて歌っていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そのカップリング曲を今日2曲目に歌わせていただきたいと思います。結構この夫婦桜が好評でですね、こっちすごく歌いやすいよって言って歌っていただいている方が結構いらっしゃってます。はい、よかったらぜひ覚えてください。それではカップリング曲の夫婦桜を聴いてください。よろしくお願いいたします。
ランラン。